はい、じゃあ続きやりますよ。続きやるにあたって、いくつか言っておきたいことがあります。それはですね、時間ということですね。時間だったということですね。つまり、おそらくですが、時間が経ち過ぎたということですね。はい、だからですね、だから、間違ったというか、自分の意図しない結果になったということを、まず言っておかなければいけないので、今言っています。しかしですね、しかしながらですね、結果的にね、そういうことなんですけども、ただ、後悔はしてないですね。なぜかっていうと、あそこでせかせかするような実況だったら、もう最初から私はしないからです。ね、はい、あそこでね、時間に追われてる感じがして、じゃあ全部雑にしてね、全部やって、ジェネレーター全部上げちゃうみたいなようなことだったら、もう最初からこの実況を始めてないんで、あそこでじっくり腰を据えてやったということに関して言って、その結果がこうなのであれば、全然何の問題も私においてありません。はい、それをまず最初に言っておきたいと思います。じゃあ行きましょうか。で、重くて動けないにあたって、相方がいないんですけども、相方さんどこに行ってしまったんでしょうか。ちょっと探したいと思いますね。いましたね。なぜそっちに行くんでしょう。そっちにはもう何もないですね。できれば戻りたくない場所ですね。まあ、軽くトラウマなんでね。トラウマっていうか別に何も、あれですから。でね、前回の動画でね、やりましたけども、もうね、この人たちが喋ってる時に僕がね、喋るのをやめることはね、もうないですね。なぜかっていうと、音量の下げ方をね、覚えたからですね。つまり、ゼロにするとかカットするんじゃなくて、音量をね、下げられるんですよ。どういうことかっていうと、まあ、いいや、こう、荷物整理をしながらさすがにできないで、荷物整理した後に言います。レーゼ。いや、よし。で、我ながらうまくいったと思いますね。何がうまくいったかというと、音量ですね。音量、前回ね、向こうがクリア島を行ってきたときに、僕はね、自分の声をそのままの大きさで、向こうの声をマイナス15.9にしたんですよ。向こうの声というのはゲームの音の音声ですね。それにしたんで、それでうまくいったんですね。はい、もう一回言いますね。つまり、相手の声、つまり向こうのゲーム音の音声を下げられるわけですね。下げられるから下げたんですね。それでかなりうまく、違和感なくね、ゲームの実況することができたので、だから、結局自分の声を消したり、相手の声を消したりしないで、カットもしないで、声の大きさのだけ、ちょっとナチュラルに調節すれば、全然それで構わないわけですね、実況的に。だから、それに気づいたんで、もうね、相手が何を喋ろうか、僕はね、喋ります。はい、リスニング重視とか言ってますけどもね、リスニングはね、もちろん重視ですよ、重視ですけども、それよりも重視するのを、自分の喋りだということにしますもんね。もうと僕はね、止まりたくないんです。もういちいち止められるのがね、もう嫌なんです。嫌だから止まらないです。だからタイトルもね、今回からおそらく変えますね。おそらくというか、もう決めたんで変えますね。今回のこの71回目ですか、わかりません。71回目じゃないかもしれません。71回目だとして、71回目からも変えます。はい、ここはあそこだろう。エドワース行ったとこでしょ。ない、いなくなってる。あ、逃げたのか。で、ここにボブルヘッドあったんだよな。よし。じゃあ、ここから出ろってことでしょ。で、もう出るに、あ、もうで、あのね、もう散々悩んだんで、もうここではね、その悩みをね、言いません、僕はもう。はい。もう開き直ってます。もうね、いいんです。もう、この、もう、なんでしょうね。もう、視線を、自分なりにもう視線を超えていったんでね、自分の中で視線を超えていったんで、もうね、いいんです。はい。なので、いいんです。こっち行ってみたいって言ったら、こっち行って、もう行きますよ、行きますよ。こっち行ってみたいって言ってんだから行きますよ。あれ、来たことあるのかな？武器が、相手の武器がないってことが起きたんだろうな。だから全然覚えがないぞ。行って来た。来たんじゃん。来た。すごい気になってたところで、ほら、武器がないから、ここ来たんですよ、どっかのタイミングで。全然覚えがないです。でも、さっきのところで、タレットが壊れてた、ここ、ほら、炎で壊れてたっていうことは、もう来たってことなんで、もういいです、ここは。で、ここはもうな、はい、なしです、なしです、なしというか、炭としていきます。はい。もうね、吹っ切れますよ、あんな風にね。あそこまでね、なんかね、自分のせいとはいえ、自分のせいというか、自分の原因とはいえ、あそこまでね、自分の意思と反対のような結果になったらね、それはね、いくら僕がおとなしいからってね、それはね、怒りますよ。切れますって、そら。誰でもそうだと思います。僕もそうですよ。全然悪くないんですよ。自分の全然意図してないところで、ああやって逆の方にいて、お父さんを出してしまったということなんで、ね、もちろん進行が悪いんですよ。進行が遅かったのありますけども、それにしたってね、ちょっと納得いかないです。納得いかないんですね。じゃあ、マリアさん、
あなたの死は無駄にはしないですからね、僕はこれから強気の実況でね、相手が何を喋ろうがいきます。もちろん選択肢の時は別ですね、選択肢の時は別ですけども、戦闘中とかね、そういう冒険中に何、相手が何を喋ろうか、僕はねガンガン喋る人になります。はい、というかで 何するんだ、あ、キャボットハウスにね、もちろん歩いて帰りません。もちろん歩いて帰りません。で、ここでね、お父さんと勝ち合うつか待ち合わせに、俺が行くまで何もするなってことになってるんで、お父さんがいると思います。もうガンガン行きます。はい。ね、相手が喋りますよ。向こうが近づいたら喋りますけども、僕はこうやって喋り続けます。選択肢の間合いに入るまでは僕は、もう、止まるのが嫌と、ね、今まですごく我慢してきた相手が喋ったら、ゲーム中誰か戦闘中、ウォーっと喋ったら、僕は喋るの我慢してたんです、ずっとね。その、止めて、途中で止めて、自分の喋ってること止めて、我慢してたんです。もう、我慢することはないです。相手がな、それだから音量調整で、僕の音量調整するか、向こうの音量調整するか、どっちを、優先、どっちの音量を調整する、優先するかっていうのは、後で、決めればいいだけの話であって、ここの実況中に譲ってやる必要は全然ないということに気づいたんですね。はい。だからもうガンガン行きます。ここにいるはずです。お父さんがいるはずですから、俺が行くまで、行くんじゃないって言ってたけども、いませんね。まあ、セーブは必要してみましょうか。だから、なぜセーブするかというと、字幕が流れなくなる可能性があるので、インターンをちょっとやってみるか。インターンを、反応しませんね。もうね、パワーも脱ぐとか、そんなね、気取ったこと言ってられないんで、パワーも脱ぎません。そんな気取ったこと言ってられる状況じゃないんで、私は脱ぎません。今、ピストルを構えてますが、もし、ことと次第によってはね、って言わないというか、あのも言いますよ、そら。も言わないとか、そういう、もう遠慮とかしないんですよ。なんだ。Have you lost your mind? Why did you release Lorenzo? 違うんだ。リリースするつもりは全然なかったんです。リリースするつもりはなかったんですけども、あなたの言った通りやったつもりなんです。もう銃を片付けようとして四角ボタンを押すという句はもう犯さない。I was right. I was wrong. Don't know who to believe. ロレンゾ？もうロレンゾっても聞くわもう。Is Lorenzo here yet? No, of course not. Or we'd all be dead already. Now answer the question. Why did you free him?だから、ね、言ってるじゃないですか。指示に従ったの。指示に従ったんだけども、おそらく時間で来ちゃったの。時間で来ちゃったから、あの人出ちゃったの。うん。で、I was wrong. I was right. Don't know who to believe. これはね、どうしよう。まあ、俺は、そうだ、決意表明的な意味で、もちろんゲーム趣旨とは違うよ。ゲームの流れ的には違うけども、今の俺のこの感情のゲーム趣旨とは違う感情の問題として、俺は間違ってないという意味でこれを選びます。You were just keeping him prisoner to keep yourselves alive. That's a lie. I worked for centuries to find a way to cure him. But he doesn't want to be cured. He likes what he's become. Hold on there, Jack. He has a point. Your story about curing Lorenzo...has never quite added up. What are you doing, Edward? I'd just like to hear what he has to say. He's talked to Lorenzo. I never have. You're saying you think Jack's been lying about Lorenzo all this time. ちょっと待て。何？まあ、とりあえず時間を稼ぐために三角ボタンを押すでしょ。それぐらいのことは僕もね、それぐらい、切れたとは言っても、それぐらいのことはね、あ、それ知恵は回ってますよ。You've been working for Jack for a lot longer than I have.What do you think? I already know what I think. I want to hear what you think. 汚いと思いますね。なんだ。お前はジャックを信じてなかったのかってことで、これ、英語だと違うんだっけか。英語だと答え方が逆になるとか、なんかあった気がするけども、ちょっとわかんないのでわかんないっていう。I don't know. He seems pretty crazy now, but who wouldn't be after being locked up for 400 years? I guess we'll see what's what if Lorenzo shows up here. I can't believe you thought I was lying to you, Edward. After all I've done for you. Huh? Oh my... Ah, you're all here. Good. How did you get in here? Why so surprised? I feel like we stepped back in time. This is my house, after all. I like what you've done with the place.Lorenzo, thank God you finally escaped. Jack just wouldn't listen. Be silent. You know I would never. You have all betrayed me, kept me a prisoner, and fed off me like vampires to prolong your pathetic, worthless lives. That is now over. Your time is up. どうすんだ。
あ、敵になっちゃったのか。まあ、知ってはいたけどな。知ってはいけどな。お前側につくのか。よし、じゃあ、もうやるしかないわ。もうしょうがないな、もうしょうがない、しょうがない。Please, Lorenzo, it wasn't me. Jesus, what's gotten into you? Not a great way to repay Jack for all his years of trying to help you. At least there's only one of them. なんだなんだ、まだか。ちょっと待って、何かじゃ。洞窟ロレンツ・キャボットって書いてあるけど、まだ戦ってるな。うん、せっかく助けたけども、まあしょうがないな。Now you're mine. あ、なんだ。なんだ。しょうがないなっつって、なんかもうまだやってんの？なんでまだやってんの？ Nothing to worry about. 誰と戦ってんの？もう いるんじゃないの？ いるのか。あ、まだいるじゃんかね。なんで洞窟とかってなってんの？ Another one for the Minutemen. Well, that's done. Thank you for your assistance.よし、いいよ。俺はこの屍を乗り越えて行ってやるよ。喋るぞ。喋ります。ここでかなり長いこと喋ります。僕は、確かに、この結果は望んでいませんでした。まだ正直気持ちの整理はついていません。ついていませんが、私はやり直しはしません。なぜかというと、このゲームはそういうゲームだからです。そういうゲームというか、それをやってしまったら、私今目をつぶって喋ってますからね。目をつむって喋ってます。相手が何を言っていようとも関係ない。画面がどうなっていようと関係ないです。このゲームは、そういう細かいことにこだわってしまったら、全然進まないゲームだからです。今回の件は、一つの結果として受け止めますが、やり直しはしません。ね。うん。そういうゲームです。一つの、まあ、小石です。小石。かなり、月並みな言い方になりますが、小石につまずいただけだというね、失敗はあるんです。完璧には進まないんですね。はい。ということで、今回の件は、今回の件として、私なりに重く受け止めてます。受け止めてますが、やり直しはしません。そして、これからは、これからも、まあ、冒険を続けていきたいと思います。腐らずにね。そこが大事。これから腐らないってことが大事。よし。変わってないな。変わってない。目を開けました。目を開けました。変わってません。変わってませんでした。で、what now? You are insane. They had it coming. They had it coming っていうのは、報いを受けたっていうことだと思いますが、まあ、とりあえず、まあ、what now? でちょっと聞きたい。方針は変えませんね。方針はもちろん変えません。まあ、当たり前ですけどね。What are you gonna do now? Well, it seems that things have changed while I've been away.I have so much to learn. This new world seems to be one of limitless possibilities for people of our talents and inclinations. はい。全然わからん。possibilities, we are not alike. We are alike. あ、似たもん同士か似たもん同士じゃないかって言ってるのか。似た者同士とは思わないけどな。ちょっとまあ、サーカスティックを聞いてみたいですか。 If you like dirt, radiation, and random violence, you're in for a treat. You're looking at things the wrong way, my friend. The old world's luxuries were paid for by an infinity of rules and restrictions. There was no room for a truly creative mind to flourish. Now, however, there's nothing to stand in my way.Or yours. But first, one last piece of unfinished business. I promise to share my blood with you. And I always keep my promises. あ、くれた。えっつってくれた。あ、これからこれを供給してくれることになるのか。そんなに、それ正直これ欲しいと思わなかったね。ストロングが5上がったところでどうにもならないしね。Here is your reward.I will provide you with a lifetime supply as needed. But remember, this is my gift to you. I will give you another vial when you need it, for your own use only. Do not sell it or throw it away. After business, pleasure. Help yourself to a drink if you like. Jack seems to have done very well for himself, despite everything.なあ。Somebody's got their maid working overtime. 終わりましたね。はい。ね、だいぶ興奮して何か喋っていたようですけれども、まあ終わってみればそういうことでしたね。はい。じゃあ適当に死体を漁ってね、こことはもう関わりたくないですね、あんまり。死体を漁って出ましょう。出てから考えましょう。まあ、とにかく建物にいたくないですね。とりあえず全部もらっていきますよ。
もらうはもらいますよ、もちろん。それ無駄になりますからね。このウエストランドにおいて放置はありえません。ありえません。はい、形見としてもらってきますね。せめてもの思い出、まあ一個あるけどね。キャボッツラブコート、これ特別なものっぽいからこれもいただいていくか。うん、悪いな博士、悪いな、本当に悪いと思ってる、悪いと思ってるけども、俺は、yes? 俺の方針を。 What can I do for you? あ、なんかあんのか。 How old? ああ、なんかできるのか。じゃ全部片っ端から聞いてみるか。ネバーマインドは最後だな、きっと。よし。Are you really over 400 years old? Yes, I truly am. Although since I spent almost 4 centuries of that locked in a tiny room, I have spent most of my time exploring my own mind, as it were. Are we done? 精神世界を400年間回って時間潰してたってことか。なんかまあ憧れではあるけどな。うん、誰もが無双することでしょうね。それが可能なら俺もやりたいね。アーティファクト、結局意味が分かんなかったけど、その頭にかぶってる被り物のことでいいのか。 I was curious about the ancient artifact you always wear. Jack spent so many futile years trying to understand this. I could have told him everything he wanted to know. Through it, I commune with the ancient minds that founded our civilization. Whether they live within it, or it communicates with them through time or space,or whether it simply holds their memories, I don't know. What I do know is that it has widened my horizons beyond the tiny scope granted to normal men. I spent my long captivity exploring the memories of the ancients, their arts and sciences, their philosophy and worldview. Was there anything else?これも会話だからな。もちろん家族を助けたら家族を助けたで会話はあったよ。特に博士との会話はたくさんあったと思うけども、でも一方でこのお父さんが喋ってることも会話だから、リスニング重視という趣旨からはやっぱり外れてないよね。うん、それだね。それさえ一本通ってれば大丈夫。うん、タイトル変えるかもしれないけどね。うん、リスニング重視な、リスニングも重視ぐらいに変えるかもしれないですけども、とりあえずリスニングを重視することは言葉遊びじゃないですよ。リスニングを重視することはこれからも同じなので、これはこれで結果で、うん、まあ良かったとは言いませんけれども、これはこれで趣旨には外れていないと信じます。はい。I need more serum. When you've used what I gave you, I will be glad to provide another vial. Did you need something else?世界中の派的な感じでいいのか。なくなったらやるよってことか。でも実際もう5、6個あるけどな。まあ、うん、まあ5、6個な使ったらまた来よう。使うことはないと思うけどな。わかんないけどね。じゃあ。うん、never mind. うん。多分この人倒したらこの人のあの王冠がも戦利品としてもらえたんだと思いますね。それはそれで少し気になりますけれどもね。はい、じゃあ出ようか。ここはもうここはしばらく来たくないな。で、可能であればもう二度と出たくない。ちょっとその前にあのラボコートをちょっと見るか。なんでもないじゃんか、ロレンとガボコート。これ全然なんでもないな。かわいそうだな。こう返すと着れるのかな。返すと着てくれるのがちょっとお前なんちょっとごめんな、あの大したあれじゃなかったわ。これいけるといけるの。いけないな。来て欲しかったけどな。まあ、しょうがないわ。送り人じゃないってな、僕も。よし、じゃあ出よう。はい、ここはここで終わりです。とりあえず出てから考えよう。出てからな。あ、外出た瞬間、あのロボットが敵になってるっていうようなことはないよな。勝てないぞ。ガッツィの方はともかく、あのごつい方にはきっと勝てないから、全力で逃げる心構えを今しておこう。よし。頭は回ってる。頭は回ってるね。こういう頭がね、いつも回らない人生だったけども、このゲーム始めてから少しマシになった気がする。回るようになった。つまり常に何が起こるかっていうことを考えられるように少しなった気がする。気がするだけで実際そうなったかわからない。とにかく、それは準備、気持ちの準備として間違ってない。気持ちの準備としては間違ってない。どうなんだ?敵ですか?味方ですか?ちょっといいですか?あ、中で何が起きたかはきっと知らないんだな。
よし。で、レベルアップか。レベルアップはね、レベルアップに関しては、これ一発、これを一発出しておけばいいですね。この画面を一発出しておけばいいですね。一個上がるのか。でも一個だったら、一個はね、貯めとくっていうね、スタイルはやっていくので、まず、はい、決めました。何をするか決めました。サンクチュアリに戻って作戦会議ですね。とりあえずもう人心地つきたい。はい、着きましたら、はい、グラビティさんからチャンクを受け取ってね、全部喋ってくる。いいよ、リスニングとか言ってもいいよ。リスニングとか言っても、黙んないから。黙んない。全然平気。はい、ということで、やっぱいいですね。一つね、その、なんでしょう、大人になったというかね、何か、乗り越えた気がします。全然もう俺は喋り続けて、何か字幕が出て何か言葉を喋っても俺は止まらないから、喋り続けます。はい。よし、ジャンクをもらって、行きましょう。いや、しゃべ。クリニックっていうのがあると、中毒をね、回復できるみたいな感じがあるんですけども、ただ、これ作れないですね。なぜですか？メディックが1個ないからですか？なるほど、メディック1個作ろうかな。あっ、キットナッピングアットカウントリークロスイズっていうのが、これが失敗したんだ。いつもみたいな、セットラーの、紛争じゃなくて、これフェイルドあるのか。なんということだ。まあいいや。うん、もうね、これぐらいのことじゃもう驚かなくなった。そうか、これが失敗してたのか。気がつかなかったな。トークトゥープレストングラビティ。あ、これか。いつも、説明しますよ。ここで全然僕喋りますからね。長々と説明すると、いつもみたいな、セットラーさんが、セットラーの植民地が、襲われて、それで僕が助けなくて、フェイルドになったというふうな認識でいましたが、そうじゃなくて、この、キッドナッピング的なやつ、のやつが時間経過で、フェイルドになったんだということですね。受け入れます。もうね、昔の僕だったらね、反響欄になっていましたでしょうけども、これはもうね、うん、こういう思い出の1ページ的な気持ちでいられます。いつか言ったっけかな、これ。なんかデジャブ的なものもありますけどね。ちょっと話そうぜ。Heads up. Go ahead. ちょっと残念なお知らせです。What next? Our scouts have found a promising spot for a new settlement.Once you clear it out, set up a radio beacon to let settlers know about it. Before you know it, we'll have a thriving new farm instead of wasteland. We'll take back the Commonwealth, one piece at a time. 失敗に関しては何か言ったか、お前。ちょっと、失敗に関する記述があったとは思えないんだけど。Taking Point Hangman's Array。まあ、失敗は失敗で残ってんだよな、どうせな。はい、残ってしまいましたね。フェイルドがさんさんと輝いております。はい、しかし私はこれで腐ったりはしませんね。つきものですね。このゲームを私はあとどれだけやるか分かりませんが、こんなことはね、全然キリがないことなんで、これから、いくつもあることなんでね、これはこれでも、とにかくさっきのね、一家皆殺し事件があったことに比べたら、こんなことは何でもないんでね、こういう一つ一つの傷をね、負って、それでもまだ腐らずにゲームが続けられるという自分になりたいというか、なります。はい、特に考えはなかったんで、ここ行きましょうか。さっき今言われたね、なんとかなんとかってとこ行ってみましょう。じゃあ、行動するのは、考えて塞ぎ込んでてもしょうがないのでね、もう行動するのが一番で、それしかないです。もうやるしかないんで、やりましょう。あ、その前に、そうだ、あそこだ、どこだっけ、ダイヤモンドシティの医者に行く予定だったけども、もうすっかり忘れてますね。まあ後にしましょうね。まあいいやはいいですね。はい、大物 YouTuber さんに、あやかってね、もうまあいいやでゴリゴリ押していきたいと思いますよ。もうそうじゃないとね、このゲームやっていけないんです。いちいち完璧にやろうと思ってロードとね、セーブを繰り返してたらね、それ切なくなる。それはね、それ途中で飽きますよ。途中、このゲームは途中で飽きる率がきっと多いんだと思いますけども、フェイルドね。ヘルプディフェンド、またフェイルドか、またフェイルドか。どこだ今度は。ヘルプディフェンド、あ、今のは違うのか。今のは普通の植民地のフェイルドか。うん。よし、いいですよ。一つ一つ整理してね、冷静に対処していきましょう。ということで、テイキングポイント、ハングマンズアディね。はい。で、ちょっと読ませてください。まだ読んでないんで、実はまだ読んでないんで読みますよ。はい。まあ、とにかく行きましょう。どこですか？
うん、読んだ読んだ。こっちか。うん、こっちですね。ナイス。ここでしょ。ここでしょって言ってからですよ。ここでしょって言ってからこの低たらくですかね。はい、全然全然もうお前たちは全然だ。Let's get this over with. Get down! Get down! Incoming! 戦闘は全部カット。基本。君だな。君をやれば終わりだぜ。これで終わりですね。はい、終わりました。ビルド&アクティブレディオベまだか。まあ、あさるよ。これがフォールアウトなんだな。うん、気持ちがだんだん落ち着いてきて整理がついてきましたね。過ちも間違いもね、乗り越えていくっていうね、そういうことですね。なんかの歌にあった気がしますがね、よく知らないので黙っておきましょうかね。うん、今までゲームが楽しめなかった理由が分かってきましたね。完璧を求めすぎたんですね。失敗したらロードしてやり直し、でまた失敗したらやり直し、そのずっと繰り返しでどんどんゲームがつまらなくなっていったんですね。うん、それで積みゲーと呼ばれるものになってしまったんですね。かなり視界が悪いんですけどね、どこにビーコン立てたらいいんでしょう。どこでもいいんだろうけどな。この辺にしてやろうかな、じゃあ。結局ここにするっていうね。ビーコン立てます。ジェネレーターをどっか、ワイヤーが引きやすいところにつけないとね。ファイヤーズつけます。で、ワイヤーを引き、つけましたよね。つけます。ワイヤーは？あ、ワイヤーね。ワイヤー引きます。で、こうつなげます。置きます。で、ボトルが降ってきます。で、クリアでしょ、どうせ。クリアって出るはず。ああ、そこまで行かなきゃダメなの。ん？やったでしょ？やったね。なんで遅いんだ、いつも。トークトゥープレストングラビティ。ちょっとプレストンさん。プレストンさん、いいですか。ちょっと悪いな、お前には悲しい報告ばっかで。Look alive. What do you need? What now? Here's where they are.I hope you can help them. We've got to show people they can count on the Minutemen again. 終わり？ Look alive. Point it out. ちょっと話そうか、ちょっとな。うん、ちょっとしゃべりましょうよ。え？うん、スタート？なんでスタート、またスタートしちゃうんだ？スタートの話したか？ Hey there. Got a strange message from a robot. Said it was from some place called Grey Garden. I couldn't figure out exactly what it wanted, but... Well...May as well check it out. You never know. また新依頼のようですね。ロボットからなんか話があってよってことですね。トラベルトゥグレイグレイ。これも、まあどうせ時間が経てばフェイルドになるんだろうけども、もう僕には関係ないですね。Just point me to it. 口笛で人呼ぶのは良くないと思うよ。いくら相手がこの人でもね。Hey. Yeah? チャットしようぜ。Your thoughts? You've done a lot of good for the people of the Commonwealth. A lot of good.聞いたんだっけか、もう全く忘れてるからね。What's on your mind? You're the kind of person makes others want to stand up for what's right. Anything you want to talk about? You know how to handle yourself. I'll give you that. Just curious what you're thinking. The Commonwealth's a lot bigger than I realized. How are you feeling about things? Feels good to be out helping people, to be making a difference. The Commonwealth is in your debt. What are you thinking about? If old Joe Becker could see us now, he'd be damn proud.ベッカーって誰？ How are you feeling about things? I hear a lot of talk about the railroad, helping free synths and all that. They don't sound too bad. Your thoughts? Might be a good time to look for somewhere to spend the night. What are you thinking about? I admit I wasn't sure about you at first, but you're all right. Anything you want to talk about? I guess the bombs didn't hit the city for some reason. What are you thinking about? Keep a sharp eye out. Good place for an ambush.What are you thinking about? There's not many that'll risk their lives to protect others. But I can tell that you would. Just curious what you're thinking. Never a dull moment. What's on your mind? It's good to run with someone I can respect. うん。多分ダブってるものは少なかったと勝手に思います。思いたいことを思って生きていきます。じゃあ、リレーションシップ。How do you feel about our relationship? You know how to handle yourself. I'll give you that. さっき聞いたけどな。What are your thoughts on our relationship? Honor and compassion are in short supply these days, but I can tell you've got both.
How do you feel about us? You're someone the Minutemen can follow. Hell, you even inspire me. How do you think things are between us? You've done a lot of good for the people of the Commonwealth. A lot of good. But what do you think about our relationship? Feels good to be out helping people, to be making a difference. The Commonwealth is in your debt. Are things all right between us? You've done a lot of good for the people of the Commonwealth. A lot of good. 循環したよな。あ、したな。よし。That's all. No problem. はい。今日はどこまでやって終わりかはっきり決めてありますね。あ、なんだ。あ、早速来たってこと？早速来たってこと？あ、早速来たんだ。でも人じゃないよな、お前。人か？人じゃないよな。いいのか？あなたセットラーでいいの？ Hey there. I don't think we've met yet.It's not exactly paradise, but what is, right? With some hard work, I think this could be a decent place to live. So, let me know if you have anything you need me to do. ちょっと待って、全然、なんか突然のことでちょっと対応できないけども、まあちょっとトレードしようか。I just want to trade a few things. Okay. あ、弾持って、戻ってくよ。もう戻ってきます。ありがとうございます。うん、いいね。はい、喋る。俺は全然喋る。で、どこまでやって終わるか、これ乗れば、パワースアーマーに乗れば、左上に出てたやつが消えます。なぜかというと、パワーアーマーだから、それでどこに行くかというと、その、今、ステータス的にはね、ずっとアディクション、ずっと前からアディクションで、アディクションのその直しにも、その直すために、ダイヤモンドシティマーケットに行って、で、直して、売って終わり。医者行って店売って終わり。はい。簡潔、シンプル、イズベスト。メイヤー・マクドナーは always been a good one。はい、俺は喋ります。俺は喋る。Never quite understood why。 喋りますよ。全然、今のがオリジナル会話、今の、あのね、なんで喋る、あのね、判断がつかないですよね。聞いたことがあるやつか、聞いたことがないやつか、判断つかなくて、聞いたことがあるやつだったら、今言った、プレストンさんの言葉を小さくして、僕が今聞いたことがないやつだったら、自分の言葉を小さくします。はい。そういう知恵ですね。ということで、例によって医者がいないですね。You must be Preston Carr for that new code. Glad to meet you. We need more people like you these days. Thanks. It's good to know. Remember to support your local Minutemen.I just wanted you to know that you're appreciated. This is for you. It's nothing much, but I hope it'll help the cause. Every little bit helps. We'll be sure to put this to good use. あ、なんか今のははっきり聞いたことがないものだというふうに判断できましたね。とりあえずじゃあ物を売るか、じゃあ。ね、24時間営業のところがあったことなんであります。はい、全然喋る。俺の方が喋るからな。お前より俺の方が喋る。よ、喋りますよ。それも多分どうせ喋ってるんでしょ。俺はそれ聞いたことあるはず。全然今判断できない。俺は今それ聞いたことあるはずだから。全然俺が今判断できないと俺の方聞いたことあるはずだから。はい、じゃあまたね。Sure. Let's take a look. Excellent. はい。で、全部売ってみて気づいたことはね。一つです。レーダーの装備はもう二度と取らないということです。なぜかというと、バカ安いからです。もう絶対取らないです。はい。OK。うん、もう、向こうの金が尽きて、もう自分の、向こうの弾を買うのと交換交換でまた頭使ってやるかなと思ったんだけども、そんな必要すらなかったですね。じゃあもう店が始まる。はい、喋るよ。俺はピート、お前はずっとお前喋ってるけどね。お前とはもう3度目だけども、俺はもう喋る人に決めたから。うん、喋る。あ、ニーナもね、ニーナって誰かわかんないけども、俺は喋ることに決めたんだ。うん、悪いな。もうね、話を聞いてやる優しいおじさんではもういられないんだな。うん、もう喋るって決めてからね。もうね、俺も喋るんだ。ゲームに負けない。ね。もし大事、向こうの大事な会話、何度でも言う、何度でも同じこと言うけども、もし向こうの対応が大事な会話だったら、俺は黙ればいいからね。それもだってどうせ、あれでしょ、栗ごとだからな、知ってるよ。だから、聞く気はないの、黙る気はないんだ。もし大事な会話だったら、もしオリジナルで初めて自分が聞いたなっていう会話だったら、自分の音量を小さくすればいい。で、今、何時間寝ればいいんだ。なんか朝早すぎたんだろうね、この間。この間も朝早すぎたからやってなかっただけだと思うから、これはもう、これでもう10時過ぎぐらいになるからね。10時過ぎぐらいな。10時過ぎでやってない人とかないでしょ。9時とかでしょ。あ、9時ならやっちゃってるかも。9時ならやってないかもしれない。だから、昼にしよう。You should really talk to the best. 昼にしよう。うん、昼までやる。9時、まだやってない可能性もあるからね。この間、
あの、そう、8時、やってないな。じゃあ、もう6時間、6時間で何時間だ？ちょっとわかんない。8たす6がわからん。2時か。2時にやってないし、あるわけないじゃない、これ。これはもう行きますよ。2時にやってないし、あるわけないんで、もう行きますね。はい、喋ります。全然喋る。俺の方が喋る。君たちよりも俺の方が優先。ね。君たちはただのモブ、俺は人間、俺の方喋りの方が優先、俺の喋りの方がオリジナリティがある、君たちのよりはある、君たちは決められた通りにしか喋れない、俺はオリジナリが喋れる、よし、どうだ、医者はどうだ。普通にいないのか、これもやっていいのか、じゃあ、やっていて何やるんだ、あれ、こん中にいるってことか、じゃあもう、嘘、そう、行きたくないんだよ、ここな。こうぐちゃぐちゃなとこだったでしょ、なんか50回いないじゃん医者。え、なんで医者いなくなってんの。スティールになってるってことは、まだ家主がいるってことだからね。おかしいな。え、医者どこで、じゃあ俺はアディクションを治せばいいんだ。じゃあアディクション治す場所がないじゃん。なんだなんか今すごいことが起きたけども、そういうのには突っ込まないって決めた、自分のルールを決めたから、決めました、決めたんだよね。あれ医者いないぞ。分かった、もうね、もうあのね、あの次回に繰り越さない、もうあのやります。でもできるやり方としては分かってる。お前の話はもう絶対聞かない、ジョンの話は聞かない、俺は俺の喋りたいことを喋るからね。まず俺はどこに行くかと、サンクチュアに戻る、サンクチュアに戻って、一回戻るぐらいのことはさせてくれていいじゃん。これ押しちゃえばもう喋れないから。もう向こうは喋れないから。で、俺だけが喋れる空間が今できました。喋れる、俺だけが喋れる時間が今できたので喋りますけれども、やることを言います。やることを言うと、作ります。クリニックを作ります。クリニックを作るにあたって、いや、必要なことはメディックが一つ、メディックを1個作ります。メディックを1個、レベルのその1を、ポイントストックしてる1を使って、メディックを、1個取って、で、クリニックを作ります。もう、あの、ダイヤモンドシティの医者はね、あの、当てにならない。当てにならないっていうか、もう、ずきっと、あれだね、もう、いなく、バグでいなくなったら、もう、バグって言っていいでしょ、もう。僕がやって、僕しか見てないんだから、僕、誰に失礼ってこともないから、僕が、バグと言ったらバグです。はい。バグで医者がいなくなりました。で、私は今、クリニックが欲しいです。で、ストアの中のクリニックを作りたいんです。作りたいんですが、これすで、左に見えます。右ですね。右に見てますね。メディック1が欲しいです。メディック1が欲しいので、私は今からメディック1を取ります。これですね。メディックですね。これを取りますよ。これ取りますよ。これが1欲しいんです。クリニックを作るために、これを1欲しい。これ作ります。どちらも取りましたね。はい。別に、効果はどうでもいいです。スティームパックの効力が 40% 上がるとか、ラッドアウェイの効力が 40% 上がるとか、どうでもいいです。俺たちが欲しいのは医者が欲しい。医者が欲しい。自分のクリニックが欲しいだけですね。40% になろうが 50% になろうがあんま関係ないのでね。はい。じゃあ作りますよ。クリニックを、クリニックはじゃあどうしよう。クリニックわかる。ここに、ここはもう僕の、あの、舞踏会長が僕のクリニック作りますよ。置きますよ。はい、置いた。はい。で、私がやりたいことは、あれなんで？クリニック作ったらできる、あ、当てがうのか。そうだ。当てがわなきゃいけないんだ。え、ここって当てがえるんだっけか。例えばこの人当てがえるのか。いや、セントじゃなくて当てがえるのかって。当てがえないな。人呼んでみるかな。呼んだら来るだろう。これは分割だな。分割コースだな。ちょっと長くなってるな。まあ、でもこれをやりきる前に終わることはもうできない。はい、作りましたね。これで多分人が来るはずです。人がね、今5人だけども、どんどん来てくれて、その、どんどん来てくれた人に対して、このクリニックをね、はい、ね、うん、やりたいと思います。リクワイアーズ、人って書いてあるからね、誰かを当てがわなきゃいけないんですね。それぐらいのことは俺も読めましたんで、とりあえず、人が来るまで待ちましょうかね。で、次回待ちましょう。で、今回はこのままにしたいと思います。はい。じゃあ、これで終わります。今日は、決断の1日でした。はい、さようなら。